言葉にできないなー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 言葉にできない、あなたに会えて本当によかったんじゃない、うん、嬉しくてこの言葉にできない。どう、うまかったっしょ、うまかったっしょ。これをね、下手くそと言ってはね、もうね、もう歌手は大変、もう俺最低限ゴーリーがやめよりうまい自信がある。はい、どうもアクです。今回はモダンウォーフェア3の、実況を楽しくやっていきたいと思います。使用していく武器は、今回 L118A 使います。開幕来ない、これまずいね。多分こっから来るってこと。あー、やばいやばいやばい、あー、誰、あれ、あや、待て待て待て、誰誰誰、よっしゃ。今回、モダン3なんですけれども、最近ね、ゴーストの方、徐々に落ち着き始めてるというか、ただ私が、やってないだけっていうね、まあ、それだけのことなんですけれど、なんだっけ。まあ、こんな感じでちょくちょくモダン3の実況も混ぜつつね、いろんなシリーズやっていこうと思うんですけど、最近ニコ生の方でも今みたいに、モダンウォーフェアの3の生放送してるとですね、リスナーさんからよく、やばい、リスナーさんからよく危ない。OK。危ない危ない。OK。危ない。あー、後ろかい。うん、よくね、人いるんですかとか、あと、まあ、なんか、あれね、プレイヤーの人口がゴーストの発売によって減ったんではないかっていう質問をいただくんですけれども、あんまり私がやってみた限りでは、そういうのは感じられないですね。今まで通り、といった感じに、の、あ、誰を殺したの今。え ?100 ポイントあ、UAV 破壊ね。よし。まあ、そういうことなんで、まだまだモダン3、今買ってもね、全然遅くはないと思います。迷ってる方、もし、まあ、今いるのかな、わからないけども。とりあえず、あ、ダブルキル。買おうかなと思ってる方は、全然買っても損はないかと思います。まあ私はちょっとそれに関して責任を負えないんですけれども、大丈夫だと思いますよ。結構、うん、普通に普通ですね。もっと貫通狙えない。あーん。ということで、現在3700対2800。3700対2800。なんか喋ることあったんだよな。なんだっけな、忘れた。なんだっけね。ある程度ね、もう一回実況を撮る前には、これ話そうっていうのを一つ二つ決めといて、あとはそれなりに試合のことを話していこうっていう、今、流れになってるんですけれども、今さっき一つ言ったのは、その、なんか人がいるかどうかみたいなね。それともう一つあったんだよな。なんだっけな。忘れちゃった。思い出したら話します。まあ、モダン3の実況ね、今回1本だけではないので、何本ぐらいかな、5本ぐらい、まあ、さらっと撮って、あとは、またゴーストやったり、なんだりっていう感じですね。で、ゴーストの方ね、全くやってないんで、あれは大変だ。あれ以来、エピソード19以来全くやってないので、ちょっとあれですね。
もうね、まあモダン3のお気に入り具合が、あ、思い出した。そうそうそう、あのゴーストについてなんですけれども、あれなんですよね、なんて言ったらいいんですかね、やっぱりモダン3しっくりくるっていうのがあるので、あれですね、なんて言ったらいいんだろうね、まあ今、まあどちらかと言われればやっぱりモダン3ですね。やっぱこのなんだろうな、そのさらっとした感じと、私個人的にこのモダン3の体力の割合が非常に気に入ってますね、うん、いい具合に体力が入ってるので、はい、ということで今回、うん、まあいい成績なんじゃないでしょうか。ということで今回の実況を終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。やっぱりモダン3だね。はい、じゃあさよなら。